サタデーバンドフィーバー。午後1時10分を回りました。本日もタマプラザテラス内 FM サルスイツコムスタジオより生放送でお届けしています。皆さん、ミュージックライフエンジョイしてますか？サタデーバンドフィーバーはあなたと音楽をコネクトをテーマに、毎回素敵なアーティストをゲストにお招きして、最新のホットな音楽情報などをクスッと笑える小ネタもたまに交えながら皆さんにお届けしていく番組です。はい、本日のお昼を盛り上げていくのはこのメンバー。ガールズボーカルユニットロドのメンバー星積美花と、自己肯定感アップアップ先祖が松尾芭蕉の熱波師芸人松尾大ちゃんです。はい、この二人でお届けしていきます。お願いします。お願いしますねえ、谷尾くん今日お休みだからね。谷尾くんいないからね、代わりにやってあげたんだよね。いや、あんな恥ずかしいことを毎回やってたんや谷尾くん。俺もう嫌やな嫌やな、毎回どの会場行ってもやってるやろ強心臓やな本当に。もう振り付けから嫌やったもん俺。二人ともさ、あんま見てないから分かんないんだよ、うん、どうやったっけみたいな。これが合ってるかも分からへんからね。適当にやっときました、谷尾くん。はい。ね、見てるでしょうから。よかったよかった。できてよかったです。本当にね。最近もね、SNS パトロールしてるんですか？あ、そう、パトロールって言うの、それ。してますよ、本当に。はい、なんか、ネタあります？ネタありますか、うん、まあ、谷尾くんに関してなんですが、うん、今日はね、ちょっと、まあ、来てないんですけど、はい、5月19日の投稿でね、うん、黒染めしてます。その写真載ってました。あ、オレンジ髪だったの、はい、黒髪になってましたから。マジでどうでもいい。はい、どうでもいい。どうでもいいね。どうでもいいけどさ。どうでもいい情報だった。はい。まあ、谷尾くんこれぐらいかな、いじれるのは。うん、そうだね。うん、まあ、あと、美花さんに関しては、うん、またほら、いろんなとこ行ってるね。そうだね。なんかストッパーがかかってたかのように、ぶわーいろんなとこ行き始めてるね。すごいね。父の書なのか終わったからね。恵比寿でうなぎ料理食べたり、うん、めっちゃ美味しかった、うな鉄さん。マジ、うん、いいな、美味しそうなね、料理の写真が載ってましたよ。そう。あと何、14日の投稿では浅草行ってますね。うん、あ、そうですね。試食バー。そうそう、試食バー知ってます？知らないです。何ですか、店にあるもの全部、ただで試食できるんですよ。マジ？ただ？ただですよ。え、そう、前料金払うとか？え、ないないない。ないの？まあ、時間によってはワンドリンク頼まなきゃいけない時間帯もあるみたいなんですけど、うん、私が行った時はもう普通に。ただで全部楽しめました。え、採算取れてんのそれ。そのお店なんかそこで購入される方もいるからね、試食してそのまま、ね、そう。あ、それを目当てで試食してるっていう感じか。あ、でも販売目的じゃなくて、うん、試食したらアンケート書かなきゃいけないんですよ。1商品ずつ全部。なるほどなるほど。そう、それをなんか反映して商品開発にね使えるから。なるほどな。そう、みんなに楽しんでほしいっていう気持ちでやってるらしいです。お金ない僕も行っていいんですか？試食していいんですか？ただで、うん、ありがとうございます。そう、いいこと聞いたね、じゃあ。うん、よかったね。浅草横丁とかも行ってますね。浅草横丁行ったね。ネオン街輝く、あれ何ですか？映えるとこ。そう、映えるとこ。何があるんですか、浅草横丁は？なんか食べ物屋さんがいろいろあって、うん、その合間合間に、はいはい、なんかネオンとか風鈴とかお面とか、ちょっと映えてたね。縁日みたいな感じで、多分外国人さんが喜ぶ日本の姿みたいな。なるほど。あとあれでしょ、浅草の牛蜜、うん。あ、牛蜜知ってます、ね、京都で有名な。そう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 、名前は聞いたことあります、ね、肉まぶし屋さんで。これ高いんじゃないの？あの、めっちゃお手頃だったんですよ。お手頃なんですね。そう、なんか小ぶりの寿司桶、うん、肉まぶし寿司桶みたいなやつと、うん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 、あの肉寿司頼んだんですけど、はいはいはい、両方黒毛和牛で1500円ぐらいで食べれたんで。なるほど、いろんなとこ行ってますね、うん、今後も行く予定なんでしょうから。投稿は本当に随時頑張ってくださいね。僕また読み上げますから。本当にありがとうね。ね、大ちゃんこそ忙しかったんじゃないですか、はいはい、いやもう僕もね、お笑いライブにもう頻繁に今出てまして、うん、であとサウナ湯気蔵でもね、うん、今社員として働いてますから、うん、で熱波師の資格もね、うん、取りましたんで、うん、だから湯気蔵勤務して、うん、熱波して、うん、で終わったライブ出て、うん、その繰り返しですね。え、なんか聞いたらさ、うん、2回ぐらい熱波やって、 その後ライブとか行ってるんですよね。そうなんです。ほんでね、こう、うん、湯気蔵に来るお客さんって、うん、湯船がねないんですよ、サウナ湯気蔵って、うん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 、だからもうガチのサウナーしか来ないの、はい、だから僕が熱波したとって、うんうん、みんな耐えるんですよ。あ、そうそうそう、1回じゃもうみんな満足しないんだ。満足しないから、おかわり熱波を、うん、
もう5週ぐらいしちゃって、もうこっちがバテバテでいつも終わるっていうね。何人ぐらい入ってるんですか？もう10人15人ぐらい入ってね、もう熱波僕一人一人やるんですよ。もうこっちがしんどいじゃんこれってなって、50回ぐらいやってるってこと。そうそうそう、50回ぐらいやって1セットで、そうで湯気ゾーンボタンっていうね、うん、セルフロウリュのボタンも僕押してるんで蒸気もめっちゃ上がってて、はいはい、もう中の温度も100度超えてんちゃうかっていうぐらい、ね、体感多分100度超えてますよね。そうそうそう、でまあいろんな工夫してアロマとかね、うん、いろんなことをやりながら熱波してるんですけど、うんうん、みんなやっぱ強いね。勘弁してほしいね。もうね、一回仰いだらもう出ていってください、本当に。こっちが耐えられない。ねえ。うん。強いんすか？サウナ好きですけど。湯気蔵さんでレディースで遊びに行った時に熱波やってもらったんですけど、うん、私はもワンセットで大満足でした。はいはいはい、なるほど。でも女性の方は意外とみんな途中ですぐ出られて、うん、そうそうそう。最後の一人になるまで残りたいっていう、こう、意欲がない。男性はありまくる。男性はありまくるからさ。そうなんだ。そう、もうこう勝負よ、だから。その最後へ残る、そう、オポレとの勝負よ、もう、うわっつって。縦じゃないか、こう。そうそうそう。こもう縦、縦仰ぎ。うん、縦仰ぎ。で、あと、センスもあるんで、うん、でかいセンスとかもあったりするんで、まあ、それを駆使しながら、なんとか僕も、日々ね、うんうん、勉強しながらやってるんですけども、だから、ぜひね、ゲリラ的に今やってるんで、はい、僕の熱波、浴びたい方は、ぜひ、サウナ湯気蔵までお越しください。はい。大体いつでもいますから。はい、お願いします。大体いつでも。大体いつも暇なんで、うん、売れてないんで。嬉しいね、はい、うん。お願いいたしますね、本当に。そう、なんか、うん、前回も話したんですけど、うん、私の父が亡くなったっていう話で、はいはいはい、で、まあ、初7日までなんとか終わったんですけど、うん、それで、まあ、落ち着いて、毎月通ってる整体に行ったんですよ、はい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 、で整体の先生がなんか除霊とか、うん、そういうのができたり、はい、そのスピリチュアル的なことが分かってたりするから、うんうん、まあ、父のこと話したんですよね、はいはいはい、なんか亡くなってそのまま、火葬場に行く直葬っていう、うんうんうん、やつを選んだんですけども、まあ私じゃなくてその父の同居人の方が、はい、で一回もお経をあげてないんですけど、うん、大丈夫そうですかって聞いたら、うんうんうん、あーあーってなんか白い顔されて、でなんか人が亡くなった後にお経を読むのって、うん、なんか肉体と魂をこう切り離すための作業だから、そういうことやったのね。そうそうそう、うん、だから必要なんだよって言ってて、その切り離してない状態で仮装しちゃったらもう、うん、何火炙りの状態で、あら危ないね、めっちゃ痛いよって言われて、うん、確かにえ本当お父さんごめんと思って、うん、でしかも強制的に焼かれて肉体がなくなって魂の状態になるから、うん、そのまま火葬場あたりの浮遊霊になるよって言われて、うんうんうん、浮遊霊、父浮遊霊になってると思っているかもしれへんこの辺、そうだからなんか今じゃあ探すねって言われて、うん、なんか、うん、そう、上の名字何って言われて、名字言ったらなんか、はい、ちょっと探してもらって、マジ探せるで、なんか生体やってるうちにあ見つかったよって言われて、なんか上に連れてってもらったみたいなんですけど、ちゃんと上にも連れていけるんやその人、探すこともできてそうそう、生体すごいね、ありがとう、何者やんそれ、あやこ私、うん、父を浮遊霊にしちゃうことだったんですよだからすごいね、直葬っていうのが今は結構ね、出てきてるみたいなんですけども、はい、お経をあげた方がいいかなっていうのが一説にあります。はい、私もそういうの見えないから全然わかんないんですけど、確かにやっぱりねそのお経を読んだりとかそういう意味はね、うん、きっとあるから、あるんですね、うん、なるほどね、勉強になりました、ね、ありがとうございます、日本人として大事にした方がいいかもしれないですね、皆さんもね勉強しましょう本当に、はい、うん、そんな中で番組スポンサーをご紹介します。はい、はい、こちらの番組はリケンジャパンさんの提供でお送りしております。ありがとうございます。はい、それではここからね、うん、MC 陣のコーナーに行きたいと思います、はい、まず最初は星住美花の気になる男女関係のコーナー、よいしょ、イエーイ。このコーナーでは、うん、男女問題や男女の疑問について MC 陣に意見を聞いていくコーナーです。なるほどね、はい、まあ、先週ね谷尾くんがもうめちゃくちゃなんか冷たい冷酷な人っていうのは分かりましたから、なんかちょっと やばなんかやばかったねだから休んだかな今日バレちゃったから休んだ、バレちゃったから休んだかな今日はねタイちゃんと二人だから、うん、いや本当にタイちゃんのモテ度チェックをしていきたいと思います、うん、興味あるかね僕のモテ度、はい、皆さん ありがとうございます本当に。主なタイトルとしては、うん、モテるための方法とモテる人の共通点をご紹介していきたいと思います。ほう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 、はい、その中でね、うん、タイちゃんさんが当てはまるかどうかセルフチェックしてください。わかりました、はい、まずモテる方法11選、うん、
一つ目、うん、自分に自信を持つ自己肯定感を上げる。ね、谷尾くんやん自己肯定感アップアップして谷尾くんのこと言ってるやんそれ。モテる人は自分を磨いて自信を持って過ごしてる姿が魅力的です。僕でも磨いてますから。そう、努力もせずに、うん、自分は誰よりも素敵と勘違いしてる人はただのナルシストですけ ど、うん、程よくね自信を持ってる人はモテるでしょうってことです。自信持っていこう。はい、あなた自信ありますか、うん、当たり前じゃないですか。もうセラミック100万使ってますから僕歯に。え、お口に。お口に。そうなんですね。そうですよ。あとヒゲと全身 VIO やってますから、うん、あ、もう始めたんですね。もう痛い痛い痛い、あれ痛いあれ。お金ないって言いながらやってるんですね、うん、借金です、はい、2つ目、はい、清潔感のある服装を心がける。あら、はい、外見だけでモテるかどうか決まるわけじゃないですけど、うんうん、清潔感は大事で、うん、自分の体型がすっきり見えるような服を選んだり毛玉とかね汚れがないか確認することが大事です、うんうんね、清潔感、まあね、スーツは僕は多分清潔感ある方でしょ、うんね、そうだね。私服どうですか？今日僕の私服見てみて。一切見てなかった。興味ないかい。一ミリも見てない。喋ったやん。ちょっと喋ったやん。この間のスーツだとすごいいいですよね。うんうん、あ、いいですか？この間よりはいいですか？ベージュね。ベージュ。そう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 。いいでしょ？清潔感って。ベージュのスーツに黒シャツね。じゃあクリアということでありがとうございます。うん、なんかさ、紺とか黒のスーツだと、うん、肩に老けみたいなの、うん、溜まってる人いない。たまにね、白いのが目立つ人がいますけどね。ベージュならセーフ。うん、いやいや、出えへんから。毎日シャワー浴びてます。本当に。はい、うん、3つ目。はい、モテる方法、うん、3つ目、筋トレをする。筋トレ。そう、だらしない体型をしてるとね、やっぱ自己管理できてないのかなって思われちゃうから、適度に筋トレとか運動して体型を維持して、うん、いや引き締まった明るい健康的な印象になりましょう。ね、筋トレしてないっすね。あ、できないっすね。これは罰ですね。罰？いや罰って書かんでええから別に。でもたいちゃんさんは、うん、ロウリュウしてますから。熱波熱波熱波師ですから。アウフグースか、うん、アウフグースね、めちゃくちゃ体力使ってるから、これは運動に入るんじゃないでしょうか。筋トレよ、こっちの筋トレよ、こっちサイドのね、うん、手の皮めちゃくちゃ熱くなってるしね。もう熱くなってもうめくれなくなりました。豆できて豆も潰れて最初ビリビリやったね、もうめくれなくなったんでね、はい、じゃあモテる方法4つ目。4つ目、コミュニケーション能力を養う、うん、はあ、なるほど。やっぱね、会話のキャッチボールが大事だから、うん、楽しませる話題を振ってくれる、いつも話してて楽しい、このような人は男女問われず好かれます。楽しいですか僕。どうどう、今日も打ち合わせしたけど楽しかった。どう、うん、コメントでは特に楽しいとか来てないね、うん、来てない、コメントは動いてない。谷岡お休みなんですねってコメント来てます ね、 お前来てますね、うん、なるほどね。そうそう、コメントは来てないんかい。来てた。スクロールしなかった。大ちゃんさんはやっぱ芸人だから、うん、一般の方よりは楽しいはずっていう。はずなるほどね。楽しいはず。一般じゃない三原さんは楽しくないと。この野郎、本当に。はい、モテる方法5つ目、うん、5つ目、常に余裕を持つ。あー、なるほど、大事やね。モテる人はね、常に余裕を持った行動をして大人な対応ができるそうです、うんうん、なるほど、余裕か、うん、そう、モテたい気持ちばっか強くて異性の目を気にしてばっかいると、うんうん、ちょっとね、周りを不快にさせちゃうんじゃないかなっていう。俺余裕ないかな。ないな。大ちゃんさんは、うん、でもある程度はキャパありますよね、うん、あ、キャパある？ある程度なんかこの相談とか乗ってくれそうだなっていう雰囲気はありますよね。ね、一回も乗ったことないけど。、うん、いつでも全然ね、言ってくださいね、本当にね。相談することはないんですけど。ないんかい。たまにね、忙しすぎるとちょっといっぱいいっぱいになってますけどね。そうそうそう、今もね、今も。この後ね、大物のゲストさんが控えてますからね。そうそう、谷尾くんのセリフも読みます、ちゃんと。うん、はい、モテる方法、はい、6つ目、6つ目、女性らしい男性らしい仕草や態度を心がける。男性らしい仕草、そうそう、女性であれば品のある言動がね、うん、効果的で、はいはいはい、特別ね、難しいことしなくても小さな意識でね、女性らしさをアピールできたりするんですけど、うんうんうん、これ大丈夫、今さ、ジェンダー問題がありますね、うん、女性らしさ男性らしさって大丈夫？大丈夫。いけてる？いけてる。俺はでも男性らしいでしょ。ちょっとわかんないけど、なんでわからへんの、ちょっと読むね。読む、次。男性は女性が困っている時に優しく手を差し伸べたり、うんうん、女性を気遣える行動ができるかが重要です。はい、またね、車道側を歩いたり、重い荷物を持ってあげたりする行動も男性らしいと思われるでしょう。なるほど、車道側歩かなあかんねや。結構言いますよね、それ。車道側歩いてないの？いや、そんなんさ、俺田舎育ちやから車道もクソもないやんか。こっち来てからさ、なんかもう2車線4車線で車道バーって、それは大変やで。田舎育ちの俺からしたらもう全部車道です。大ちゃんの田舎知らんし。何も知らんし。本当に。しかも重い荷物も別に持ってくれんし。今日これ持ってきたけどね、これだけ。あのね、うん、
わかんないから。わかんないね。この理系のジャパンさんの、はい、これはモテる方法7つ目。誰に対しても笑顔で接する人がモテます。なるほど。はい、これはね、モテたいからといって格好つけたりするんじゃなくて、うん、人によってね、態度を変えることなく、誰にでも笑顔な人はモテるそうです。いや、僕めっちゃ笑顔ちゃいます大ちゃんさん。もう教科書通りの笑顔してません、ね、うん、そう。まあ、もう見た目のこのパーツがもう笑顔なんですよ、僕。うん、確かに確かに。そうそうそう。だから、うん、前、そのマナー講師の先生に言われたんですけど、うん、本当に謝罪するときは、本当、うん、逆に舐められるから気をつけやって言われました。うん、ああ、笑顔で謝罪されたら怖いもん。ごめんなさいって。怖すぎる。そうそうそう。だからそこは気をつけましょうって言われましたね。マナー講師の人に言われるぐらいね、うん、笑顔すぎたんだ。そうよ、うん、ね、いいこといいこといいことですよね、はい、笑顔ですから。モテる方法9つ目、うん、愚痴や不満を言わない。あ、いつもね、愚痴とか不満言ってる人はネガティブな印象を与えちゃうので、確かに、モテる人はね、愚痴や不満を口にせず自分の心の中で解決するから人が集まってくるそうです。あー、なるほどね。あんま言わなくないですか、うん、僕。ないちゃんさんはあんま言わない、ね、あんま言わないですね、うん、なんか自分で何とかせなっていう感じになっちゃうんで、うん、その分いいかもしれないね。え、でも本当は、うん、本当はめっちゃいいと思う。ねねちゃんみたいにぬいぐるみ殴ってます。あ、そういうタイプね。ねねちゃんママね、うん。モテるための方法、はい、10個目。誰に対しても平等に丁寧に接する。なるほど。はい。異性と話すときだけ笑顔とかね、丁寧じゃダメなんです。好きな人に対してだけとかじゃダメね。モテる人は相手が誰であろうと平等に丁寧に接するから、うん、異性からも女性からも誰からも好かれる。なるほどね。うん、まあでもこのサタバンで言うと、うん、僕は結構三原さんも谷尾くんも平等やと思ってるんですけどね、うん、そうそうそう、接し方はね、別に谷尾くん同性やからって仲良くしてるわけでもなく、ね、うんうんうん、うん、え、何これ、え、何、アピールしたらこんな感じなの俺。誰に対しても丁寧ですよね、本当に。誰に対しても丁寧です、うん、もう土下座の土下座のスタンプ送ってます、ね、すいませんでした、お願いします。多分後輩さんに対してもこんな感じなんですよね。もう全然全然、そうそうそう。そうで、11個目、モテる方法、はい、無理にモテようとしない、うん、モテることばっかり考えて行動するのは逆効果なので、な、うんうんうん、異性とばっかり一緒にいるようにしたり自分のことばっかり話したりする人は性格がちょっとね、良くないかなって思われちゃうので、モテようとしてね、自分勝手な行動をしないように気をつけて、まずね、自分の魅力を高めて、うん、良い印象を持ってもらうことが大切ですということです。なるほどな。モテようとは僕は思ってないんで、はい、うん、もうなんなら嫌われようと思ってるんで。嫌われようと思ってるの、どこ界隈に。どこ界隈で。もうなんかもういろんなことありすぎて、うん、もう好かれるって何かよく分かんなくなっちゃったよね。でもさ、このさ、うん、モテる方法11個さ、全部当てはまってるじゃん、うん、たいちゃんさんは。なんでモテへんの。ね。じゃあなんでモテへんの俺。だからたいちゃんさんはモテるはずなのに、うん、モテてないってことはなんか重要なね、欠陥なんかあるんですか。え、闇抱えちゃってる僕。はい、という疑問をね、疑問を残して謎で終わるんや俺、うん、と思います。以上、星積みはなの気になる男女関係のコーナーでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それでは次のコーナーです。はい、論破王松尾たいちゃんを打ち負かせディベート対決、よいしょ。ということで、このコーナーではテーマに対して肯定と否定には立場を分かれ、論破王松尾たいちゃんを打ち負かせるかどうか挑戦する台本なしのガチチャレンジ企画となっております。え、たいちゃんさん、論破王だったんですか。あ、そうです、当たり前じゃないですか。どうも論破王松尾たいちゃんです。気づかなかったです、ね、今日まで。ね、判定はね、論破王の僕がちょっと決めたいと思うんで。独断と偏見、はい。でね、僕事前に、テーマを50個用意してます。はい、もうこれで今日の放送終わりです。なんだろ、はい、なるかもしれない。で、その中からですね、うん、もう改めて、事前に準備してるかどうかっていう、うん、ちょっと審議がかけられちゃうんで、はい、三原さんに1から50を選んでもらいます。で、そのテーマでいきましょう。38。お、早っ。38個目のテーマでいきましょう。はい、じゃあ38番のテーマ、うん、こちら。グミは柔らかい派、硬い派。ね、三原さんどっちですか。僕はその逆をいきますんで。さあ、行きましょう。どうでもいい。ね、うん、はい、硬い派。硬い派、うん、じゃあ僕柔らかい派で、うん、じゃあ行きましょう。なんで硬い派ですか、ちなみに。なんか食べ応えがあるし、うん、食べててね、うん、腹持ちがいい。あ、そうですか。すぐになくならないから。なるほど、お腹いっぱいなのね。忍者飯とかそうですよね、うん、忍者飯。まあ柔らかい派選んだ僕はやっぱりこうね、老若にゃんの問わずおじいちゃんでも食べれるから、うん、老若にゃんもうダメですね。僕の負け。はい、たいちゃんの負け。噛んだら終わり、このゲームって。老若男女って終わり。うん、ダメ。じゃあもう一回、じゃあテーマ選ぶ。テーマ変えてください。20番。早っ。選ぶのが大変な、俺。20番探すのが大変。はい。なんで50個持ってきたんだよ。今の気分は和菓子か洋菓子か。はい、どっちですか。
ね。ちょっと待って、私の気分でしょ。そうですよ、今の気分。私の気分をさ、うん、ディベートで否定されるの。否定されます。全否定。和菓子。和菓子、うん、じゃあ僕洋菓子でいきましょう。うん、なぜ和菓子ですか。あのね、今お餅が食べたいけど、うん、もちもちしたお菓子。うん。美味しいもんね。和菓子はもうなんか甘いわ。甘い。なんか全体的に甘くない？和菓子って。あのさ、うん、アメリカの洋菓子食ったことある？ないない。どんな？お前めちゃくちゃ甘いよ。はい、僕の負けです。甘ければ甘いほどいい文化だからな、そこは。アメリカの洋菓子って甘いの？和菓子だけじゃないの？おかしいの？洋菓子めちゃくちゃ甘いの。そうなん、うん？アメリカのそうなんや。甘いがうまいからな。ラストラスト行こう、ラスト貸したい、うん、ラスト行こう。何番？ラスト、ね、50番ラスト。ほんまの、50どこにあんねん。あー、いいですね。いきます、50番、はい、お好み焼きでご飯を進めるのはありかなしか、うん、なしでしょ。なし、早っ。じゃあ僕はありで。なんでなしなんですか。お好み焼きって、うん、あれでしょ、粉もんにソースかけたやつでしょ。そうですよあれは、うん、あれでもう成立してる料理として。いやいや違う、ご飯と食べておかずとしてお好み焼きをいただくんですよ。うん、あの貧乏生活したことないから。三原さん、違う僕みたいな借金まみれの芸人にはね、こういうのが一番美味しいんですよ。本当にすごい、さっきから浅いディベートしてるけど、誰もが満足しているこの誰が満足してる。最後僕の勝ちでいいんじゃないのこれ、皆さん。あの、じゃあお好み焼きとご飯を一緒に食べる利点を1個だけ教えてもらっていいですか。ね、うん、だから、うん、まあ、ご飯の味が変わるね。はい、たいちゃんの勝ち。ありがとうございます。ということで、お時間も迫ってるんでね、こんな終わり方でいいのかどうか分かりませんが、論破王松尾たいちゃんを打ちまかせディベート対決のコーナーでした。ありがとうございます。はい、それではここで1曲聴いてください。ロドでスタートラインです。どうぞ。はい、ロドでスタートラインを聞いていただきました。こちらの曲は各種配信サイトで視聴やダウンロードができますの で皆さんぜひチェックしてください。お願いします。はい、お願いします。さあ、そして本日も素敵なゲストにお越しいただいております。はい、ゲストの
品ボフズゴッドさんです。こんにちは。どうもこんにちは。めっちゃ噛みましたよ、ね、緊張してもう島もんって言ってた。違う稲穂みたいな出てきませんでした。いけるみたいな。緊張したってさ本当にね。でちょっとシナモンズゴッドさんお越しいただいてるんですが、ちょっと一人一人せっかくなんで、はい、あの自己紹介がてらご挨拶お願いします。清志郎さんお願いします。はい、はい、ベース担当清志郎です。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、シナモンズゴッドのギター担当してますジルこと豊田和坂です。お願いします。お願いします。シナモンズゴッドのボーカル担当してます黒崎ジョンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日普通に名前言っちゃったなんか違う番組ではボケてましたよね。前回ボケてましたよね。今日はちゃんとやろうと思います。今日いっぱいね観覧にファンの方も来てくださってますので、うん、すごいね。ありがとうございます。さすがですね。もう埋め尽くされちゃってなんか明かりが入ってこなくてびっくりしてますけども人書きができてるからすごいね。はい、じゃあプロフィールをご紹介お願いします。はい、じゃあシナモンズゴッドさんのご紹介させていただきます。はい、はい、ソフィアのギタリスト豊田和坂、作曲家の黒崎ジョンが、東京カリークラブを発足。なんと1名余りで各著名人など約150名が所属する関東一カレーコミュニティとなり、その内部でリスグリ結成されたのがシナモンズゴッドさんになります。はい、メンバーは幅広いジャンルで楽曲提供しているクリエイター黒崎ジョン、人気ロックバンドソフィアのレジェンドギタリスト豊田和孝、そして黒崎豊田ともに大ファンであるビジュアル系大御所バンドストロベリーフィールズの清志郎、多岐にわたるアーティストのサポート、ドラム、作詞、作曲、編曲家、多彩な顔を持つ後期山下が集まり、2023年12月に結成。メンバー4人でなんと年間1000食超えを超えるカレーを食べている世界一のカレーバンド、カレー臭漂う平均年齢50歳の新人バンドさんです。はい、合ってますか？情報量多いね。いやーよく大変でした。ありがとうございます。すいません、本当にいろいろねちょっとうっと思うとこありましたけど言わないそういうこと転職声を超えるそうだ言っちゃった。俺もう自分で記憶ないで言ってて。メンバーほぼほぼ毎日カレー食べるんですよ、うちら。ね、なんかそうですよね。はい、SNS で僕拝見させていただいたんですけど、はい、ほとんど皆さんカレーのツイートばっかりされてますよね。そうなんですよね。すごいですよね。ちなみになんですが、はい、もうたくさんのカレー食べすぎてどこが一番か決めれないんです、うん、と思うんですが、うん、僕ちょっと、まあ、大阪から関東に来たばっかりなんで、うん、はい、ぜひ関東のカレー、はいはいはい、どこがいいかちょっと教えていただきたい。はい、じゃあ、私ジルから、はい、荻窪にあるトマトっていう、はい、すごいレジェンドのお店があるんですけど、俺この前と話しちゃうで。東京おすすめから東京のね、昨日実はそこ折り切って食べてきたんですよ。はいはいはい、はい、でその荻窪のトマトは、はい、すごいスペシャルな、言葉では到底言い表すことができないような、はい、スペーシーな、うん、スパイシーなカレーが出てくるので、これはすごいおすすめですね。おすすめ、はい、あ、嬉しい。スペーシーでスパイシー、はい、スペーシーでスパイシー、覚えておきます。11時半からオープンなんですけど、11時半、はい、もう開店の10時半ぐらいにはもう入れない、お店入れないような、ちょっとハードル高めの人気店なんですけど、昨日俺、その11時半オープンなんですけど、はい、8時半に並んでポールポジションをゲットしてから3時間並んで食べてきました。すごい。ただ、そのぐらいハードル高いんですけど、はい、行って今まで、はい、味わったことのないすごい世界を体験できると思うので、はい、ちょっとハードル高いんですけど、はい、ぜひ行ってみてほしいです、ね。あ、わかりました。荻窪トマト、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 昨日行ってきました。はい、ね、全然話変わるんですけど、はい、話変わるんかい。もう10年近く行ってるんですけど、はい、3年連続そこのお店で、うん、シーフードカレーいつも頼んだら、はい、あ、シーフードカレー今日もないんですって言われたのが昨日初めて食べてたんですよ。はいはいはい、はい、ほんですごいテンション上がってます。以上です。カレーの話が止まらない。一回一緒にいた時な、はい、断られたもんね。そうなんですよね。シーフード今なくなったっつって、そんなないんですね。俺ら前作ってるやんみたいなね。あかんのか。それ昨日なるほど、初めて食べれてテンション上がってます。おめでとうございます。おめでとうございます。以上です。酔っ払ってないんで大丈夫なんで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう終わり。安心して酔っ払ってません。はい、ここでね、リスナーの方からメッセージ来てますので、はい、ご紹介したいと思います。ニックネームアナグマさん、神奈川県の方からメッセージいただきました。皆さんこんにちは。こんにちは。本日ゲストでお越しのシナモンズゴッドさんに質問です。
来週末対バンが控えてると思いますが、うん、テンションを上げるためにライブ前日はどんなカレーを召し上がりますかということです。はい、ありますか。じゃあ清志郎さん、はい、清志郎さん、いきますか。さっきのね、あの、うん、東京のおすすめカレーにちょっとかけてなんですけど、はい、あの上の御徒町にある御徒町、はい、デリーですね。御徒町のこれは東京の老舗デリー、はい、ここの極辛インドカレーといえば、はい、極辛、極辛なんですね。極辛めちゃめちゃ辛いんだ、はい、激辛じゃないです極辛、極辛男の、激辛の上、男のスパイシーさですね、あら、なるほど、はい、のカシミールカレー、カシミールカレー、カシミールカレー辛い中にもちゃんと旨味があって癖になるんですよね。へメンバーみんな大好きです、うん、あ、はい、これはでもボーカルの方がこれ食べたらちょっと喉がやられるとかないんですか。ボカロ、あ、怖い、ごめんなさい急に怖い。あ、でもでもジョンさんはねライブ前はちょっとマイルドなの行きますよ、はい、あ、よかったです、やっぱそうなんですね、まあ、デリーはちょっと怖いので、ね、まあ、ちょっとマイルドな、ここからはデリーは二日酔い時の方がいいですよね。あ、抜けるよね、なんかね、最初一発でも3分ぐらいパーンってくるんで、はい、ボーカルの人には向いてない、あ、向いてないですね。なるほど、それ以外の方はやっぱそうですよね。カレーの話が止まらねえな、心配になっちゃいます。すごいな、もう永遠行きますカレーは、はい、なるほど。ライブ前は御徒町デリーの極辛、はい、あのジョンさん以外はカシミールカレーですね、おすすめです。はい、カシミールカレー、テンション上がります。ジョンさんはじゃあ何を食べられます、うん、ライブの前は松屋とかでいいんじゃないですか。え、家から近いんで、もう松屋です、ね、松屋のカレーもめっちゃ美味しい、はい、バカにしてるわけじゃなくてめっちゃ美味しい、ね、めっちゃ美味しいです、ね、カレーって外れないですもんね。外れないですよ、だいたいもう裏切るもんないですよね、はい、なるほどなるほど、カレーは裏切らないです。あ、ジョンさん耳が気になっちゃったんですよね、うさ耳だからね、いつもココイチはこの前行きましたけどね、僕ココイチも美味しいですよね、美味しいです、あんが辛いんですよね。そうです、辛いですね、辛さも選べてご飯量の量も選べて、そうなんですね。ちょっとカレー話が止まらないのでね、はい、ここでね曲を紹介したいと思います、はいはい、シナモンズゴッドさん、曲紹介お願いします。はい、これは幻のテイクですね、うん、レッツゴーヘブン、聴いてください。
はい、じゃあジョン君いますわ。はい、はいはい、シナモンズゴッドさんでレッツゴーヘブンを聴いていただきました。はい、こちらの曲はどんな曲なんですか。もうあの元気な、はいはい、でこれちょっとあのデモ、はいはい、あのまあ、設計図みたいなもんで、はい、これを僕が作ってメンバーに渡して仕上げていくっていう、はい、なるほど。そうなんですよ。そんな未発表曲をなので普通に書けないもんなんで、そうですよね。だから、そうレアな、はい、レア聞いちゃいましたけど、はい、レアを、はい、なんでかって言ったら書けるもんがないので、いや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 これ書けるみたいな、はい、そう、そんな感じで。じゃあ今後もっとブラッシュアップしてリリースされる可能性もあるっていう。そうですね、ありますね。そうですよね、はい、うまいこと言いますわ。そうなんです。なるほど、それは貴重ですよね。そうそう、ここでしか聞けないので。そうなんですよね。皆さん聞きました、ちゃんと。聞こえてますか。聞こえてます。あ、聞こえてる。よかったです。ご観覧の方も聞いていただきました。はい、ではね、ここからさらにシナモンズゴッドさんを深掘りしていきたいと思います。はい、シナモンズゴッドさんへの質問コーナー、はい、イエーイ。あのね、ファンの方以外はちょっとカレーとね、あのバンドっていう組み合わせがどういうことだろうって思われてるかもしれないので、まず東京カリークラブというカレーコミュニティを発足したことがきっかけでこのバンドが結成されたっていうことなんですけども、はい、どういうことなんでしょうか。カレーからバンドっていうのは、まあ、まあ遊び専攻なんですけど、はい、まあ、そうなんですよ。僕とジル君がよくカレーを食ってて、はい、まあ、あの週1ぐらいでね、食ってて、はい、それでまあカレー部っていうのをやろうっていうことになって、はいはいはい、でまあ清志郎さんとかも一緒に入ってもらって、はい、まあ、その中からまあよりすぐりのメンバーを集めたっていう、めっちゃ簡単に言っちゃったけど、そう、本当にカレー専攻です。遊びの延長なんですね、はいはい、ただ単に遊んでるうちに、カレー食べたい、うん、カレーで飲みたいとか、うん、飲みに行きたいとかが発展して、じゃあイベントしようか、うん、じゃあバンドしようか、うん、音出そうかって言って、ただ単に遊んでるだけなんですよ、うん、俺たち、はい、カレーはお酒にも合うんですね。合いますね。シナモンズゴッドは、はい、スパイスのみっていうのを推奨してるんですけど。スパイスのみとは、はい、特に、はい、今、自分が、ネパールのワイワイサデコっていう食べ物があるんですけど、はい、それを、はい、食べながら、はい、お酒飲むのすごいマイブームなんですけど、はい、今週メンバーと行ってきたんですよ。はい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 、はい、スパイスと、スパイスが入ったお酒もメンバーみんな好きなので、はいはい、ワイワイサデコとは何ですか。どこの女の子やなみたいな。ワイワイサデコっていうのは、女の子みたいなもんですよ。あ、女の子みたいなもん。女の子みたいなもん。それつまみに。つまみに。かわいい女です。かわいい女の子つまみに。かわいい女でスパイシーな女。そうそうそう。最高。もう悪いやつですよ。はい、スパイス飲みってそういうことですか。はい。基本的に、お酒って通常でも美味しいじゃないですか。はいはい、もちろんもちろん。さらに、うん、そこにスパイスを加えることによって、なるほど、より美味しくなったりするんですね。ほんで、メンバーは、はい、それがみんな大好きです。あ、なるほどね。ほんでシナモンズゴッドっていう俺たち、はい、バンド名なんですけど、はいはいはい、それも、元々はそのシナモンラムっていうお酒、はい、俺らみんな好きなんですけど、はい、それを飲んでるとこから発展してシナモンズゴッドっていう、あ、共通があったってことですかね。そうなんですよ。好きなのの、はい、シナモンのラム最高うまいんですよね、うん、シナモンのラム、はい、飲んできたんじゃん。まだ好きよ。出来上がっちゃってる。ある意味、ある意味、はい、ある意味お酒にも詳しいんですね。カレーだけじゃなくて、みんな酒飲むんで、メンバーなんかちょっとした空き時間にもずっとカレーの話されてますよね。今日さっき打ち合わせの時に、はい、ちょっとジョブさんそこのスープカレー行きませんちょっと打ち合わせやし、ちょうどねここは、スープストックっていうあのお店あるんですけど、はい、ありますね。スープストックカレーすごい美味しいんですよ、こういう機会じゃない。俺表参道のお店には行くんですけど、はい、こういう時にパッてさっきトイレ行く時に見えたんで、はい、見たらなんか、もうジャスもどうでもいいかどうでもいい、カレー行っていいですかね。ちょっとチェンジした方がいいじゃないですか。カレーを食べたいとどんな時でも、ここ真剣に言ったもんね、今から行かへんの、何ででも俺らやるんで、めちゃくちゃやな。本当にカレーがお好きなんですね、はい、あと今メッセージ届きました、はい、ニックネームキヨッピさん、山梨県の方からです。はい、こんにちは。こんにちは。ゲストのシナモンズゴッドさんに質問です。皆さんカレーばっかり食べてますが太ったりしませんか。私はカレーだと飲み物になってしまって結構食べ過ぎてしまいます。対処法を教えてください、うん、とのことです。はい、確かにシナモンズゴッドさん太ってること一人もいらっしゃらない、うん、確かに。お金ないからあんまり、いやいやいやご飯食べてないんですよ。一番持ってるじゃないですか。いや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 、えなんでもう
あれです、あれですよ、まあ、僕は昼絶対カレーなんですけど、はい、夜ほぼ食べないんですよ、はいうんはい、だから 1.5 食 1.3 食ぐらいしか食べないので、だからまあ夜食べなければ大丈夫かなっていう感じですね。僕はジョンさんは夜食べなければ太らないということです、はい、大丈夫です、はい、えジルさんあります、はい、カレーは、はい、ご飯の量を調節したら、うん、絶対痩せますよ、はい、ほんでなるほど、これがおすすめの、お店の駒沢に、はい、駒沢大学に、はい、ピキヌっていう、はい、すごいタイカレーの有名なお店ある、タイカレー、はいはい、あるんですけど、はい、かの藤原のり香さんとかいるじゃないですか、はい、藤原のり香さんが、以前そこに週5ぐらいで通って、週 5?はい、めちゃめちゃ体がシュッとしていったっていう逸話があるぐらい、そこのカレー女子に俺すごいおすすめなんです、はい、美味しくてすごいヘルシーになって、ご飯の量さえ調節したらカレー太らないですよ。マジっすか、はい、ご飯食べ過ぎるからちょっと、はい、ご飯の量を、まあ通常 200g 入ってるじゃないですか、はい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 、それを調節少なめに調節したら、はい、逆にこれからの季節はスパイスを取ることによって痩せるので、なるほど、俺は今ちょっとダイエットにとか、女子力を上げたいとかいう人には、うんはい、その駒沢のピキンをおすすめですね、いいこと聞きましたね、はい、皆さんよう喋ったね、はい、です清志郎さんあります、対処法、そうですね、日本のカレーライスだと、はい、やっぱりちょっと太りやすいかなと、はい、小麦粉ですね、小麦粉不使用なんで、だから小麦粉不使用スパイスカレーとか、あとライスですね、うん、はい、バスマティライス、バスマティライス、バスマティライス、長い長いが長すぎない、細長いインド、インド米ですね、あ、なるほど、いわゆるインド米、はい、あのバスマティライスだと多分大丈夫ですね、200枚の糖質半分ぐらいですね、はい、うん、あ、そうなんですね、糖質が少ないんですね、理解のに半分ってことですか、そうです、はい、ふわっとふわっとしてる、ふわっとしてるんですね、食べた後も、はい、軽いです、軽いは、うん、軽い、はい、やっぱりね、皆さんのこの体型を見るとカレーってそんな太るもんじゃないのかなって思いますね、いや思ってましたね、太らないですよ、まあ、汗もかきますし、うん、健康にもいいんですかね、やっぱりですよ、デトックス効果もあるんで、なるほどなるほど、はい、代謝も上がるんで、確かに確かに、あ、いいですね、いいこと尽くしじゃないですか、そうなんですよ、ね、じゃあ最後にね、もうお時間ないんですけども、うん、あんま音楽のこと聞けてないので、なんかね、音楽を通して、いいっすよ、言うて。それがあるんだ。そんな話みたいな。そんなこと言うカレー。なんか音楽を通して。お酒飲みたいっすよ。もういいっすよ、ちょっと聞いてください。はいはい、音楽を通してね、皆さんに伝えたい思いみたいなのを、いや、一言、教えていただけたら。とにかくね、はい、俺らね、もうそういうのどうでもよくて、とにかく楽しければ楽しければ、ほんでもう好き勝手やろうと、はい、もうまあまあそう、もう好き勝手、はい、出身とか、はい、なんかそのいろいろ育った感じは違うけど、はい、とにかくその高校のパイセンと俺はただ単に遊んでる感じで、はい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 、やってて、ほんでもうみんな好き勝手、もうほんまに好きなことをもうそれぞれがもうただ単にやって、ほんで、はい、もう遊びたらみたいな、酔ってますよね、多分大丈夫です今から飲みきますけど、もう本当にそれに尽きて、はい、だから音楽とかもね、だからその今はそのオール全部ジョンさん作曲のコンセプトでやってるんですけど、はい、まあその枠に縛られずに、うん、なんかただ単に遊んで、好きなことして、はい、なんかやっていけたらいいなと思ってます。じゃあね、皆さん楽しいって気持ちは絶対見てる人に伝わりますもんね。うん、もうだって印税とか入ってきますもんね。生々しい。もう皆さん大御所ですからね。何の話や。あの俳優ね。ですからね。はい、そんな感じでね、はい、皆さんこれからもシナモンズゴッドさん、一応新人バンドさんっていう。礼儀正しく、はい、腰は低くみたいな。ね、皆さん、はい、これからも注目していきましょう。以上、シナモンズゴッドさんへの質問コーナーでした。はい、ありがとうございます。はい、告知がね、うん、ライブの告知があるということで。はい、告知担当なんで。はい、ジルさんお願いします。今日はちゃんと言えるかな。はい、どうですかね。6月の2日に、はい、吉祥寺のワープで、はい、ライブをするので、はい、ぜひ遊び、あ、でもチケットもないですよね。チケット、あ、もうソールドアウトしちゃいました。すみません。はい。なるほど。当日僕ダフ屋やってるんで。うわぁ一番どうですか、配信とかもしないんですね、今回。ダフ屋拾ってよ。ジルさんのダフ屋。配信やんないっす。配信やんないっす。はい、はい、はい。ジョンさんはダフ屋しませんので、皆さんね、応援してください。はい、ぜひ、はい、お願いします。はい、さあ、はい、
ここから番組からのお知らせになります、はい、当番組では皆様からの質問や感想を受け付けております。いただいたメッセージや質問は番組内で紹介させていただきます。 FM サルースホームページの番組メールフォーム、サタバンチーム C の公式ツイッターのリプや DM、うん、そして生放送に受け付けている YouTube ライブ配信でのコメントもどしどしお待ちしております、はい、本日のサタデーバンドフィーバーはここまで。来週のゲストは柳田健一、藤宮志乃、そしてゲストはジャズシンガーの矢崎恵里さんです。お聞きください、ぜひ。今日はあのカレーの話ちょっと満足にできましたでしょうか。満足に、はい、満足に。まあ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 、よかった、まあ、まあまあでよかったです。でも、はい、本日はシナモズゴッドさんをお迎えしてお送りしました。ではまた来週もお楽しみに。バイバーイ、バイバーイ、どうも。